ラジオで歌舞伎の話をするまですっかり忘れていたそうで、一人で歌舞伎を見に行ったとのことです。かっこ笑い。今回の公演はとても良かったらしく、スミペにも見せたかったそうです。マヤさんは今回は忘れてしまったけど、今度こそは誘うとおっしゃってたので、お二人とも忙しい日々ですが、どこかでマヤさんに念押ししてはいかがでしょうか。それでは、白放棄しそうだよ。もう、なんだよ、マヤさんのバカ。この間、スミペ、なんか可愛いねって言ってたのは何だったんだ。そう、なんかね、この間ね、マヤさんとね、アフレコが今ね、一緒なんですけれどもね、なんか一人でゆで卵を食ってたマヤさんにね、話しかけたんですよ。なんか、切ないなって思って。そしたら、マヤさんって話しかけたら、あ、スミペ、なんか可愛いねって急に言われてね、私、マヤさんに会ってからね、この3、4年一度もね、そんなこと言われたことないのに、ドキッてしちゃってさ、もうドキッとしちゃってさ、なんかこう舞い上がってね、あとあんまり覚えてないんですけれども。あ、そう、それでね、歌舞伎にいつ行くんですかっていうね、話をしてたよ。そんでね、今度誘うねって言われたよ。今度って来るのかな。まやさん、もう私のこと忘れてるんじゃないかな。寂しい。どうせ一晩寝たら忘れるタイプだ。まやさんのバカ。毎日 LINE をするしかないのか。はい。じゃあ、心を強く持って頑張ります。なんかめっちゃリョフ落ち込んでるわ。リョフ落ち込んでるわ。